ます。はい。今週も日曜日になりました。マニアック関西の週刊ひでまお届けしたいと思います。今日はちょっとうまくいったかな。はい。はい。うまくいったかなっていうか、放送の始まりはうまくいったんですが、いつもね、音を切ってるのをオンにするのを忘れた。音変。本当？大丈夫です。いかがでしょうか。音変です。と言って反応がすぐに来ないのがこの生放送のね、あまりよろしくないところなんでございますが、じゃあちょっと、音が変。そっかそっか。はいはい。こっちでした。はい。あ、遠い。そうですね。マイクがね、2本あって、こっちのね、ヘッドセットのマイク、こっちを使ってないんですけど、これ置いといたんですよ。で、今、ミキサー側の、音量をぶって上げたときに、間違ってそっちの相変わらずうまくスタート切れないな申し訳ございません。はい。ということで、週刊ひでは、行ってみたいと思います。はい。何でしょう。ん？マイク違うの入ってる。はい、そうなんです。はい。はい、レッドネットさん、こんばんは。ん？それでは、今週もね、いろんなニュースあったと思いますけれども、そちらの方を出してみたいと思います。大型のものはね、一番最後にね、例のごとく持っていきたいというふうに思っておりますので、それでは、早速、行ってみましょう。はい。2週連続ミス。はい。反省をしております。いや、カチカチって音がね、最初に入ってもいいのであれば、マイクの音量をオンにしとけばいいんですけどね。うん、ちょっとまあ、その辺をうまくこう改良できるようにします。はい。はい、森さんこんばんは。はい。木村さんこんばんは。はい。これが、こっちよりもこっちの方がいいんだよな。ちょっと待ちくださいね。いや、実はですね、昔のっていうか、古い、モニターをですね、今増設しまして、今、この配信スペース、こちらのところ、今までね、モニター1個だったんですけど、2個にしてみましてね、非常に快適な状況になっております。はい。で、はい、大川さん、こんばんは。で、そんなこんなで、ちょっと配置をこう変えたりしてね、マイクの場所とかいろいろと、はい。まあ、まだね、試行錯誤っていうのはね、していかないといけないので、はい。ということでですね、初回でも行ってみたいと思います。はい。では、プチッ。はい。最初はですね、こちら。ドン。はい。このニュースはね、ちょっとね、割とね、衝撃的だったんですよね。はい。ユーチュラっていうのかなっていうサイトにあったんですけれども、これはね、6月26日の記事なんですが、知ったのが最近なので、今日取り上げるっていうやつです。はい。知ったのはツイッターです。で、これサンドウィッチマンね、漫才の。サンドウィッチマンがフリー BGM の著作権を登録したら、人気 YouTuber の動画が公開停止されて激怒っていう話なんですけど、へえ、そんなことあるんだっていうことで、ございます。はい。どういうことかっていうと、はい、こちら。お笑いコンビサンドウィッチマンの動画が YouTube 界で物議を醸しています。はい、あ、そうそう、かもしていますで言うとね、かもし出しているっていう風にね、たまに言っちゃうような人いると思うんですけど、あれ、日本語としては間違いですよね。かもしてるっていうの言葉自体が、出しているわけなので、うん、まあいいや。ということで、問題となっているのは、6月16日に公開された味を占めたサンドウィッチマン伊達、今度は天丼を食べるという動画で、当然ながら芸能人なわけなわけ。ライトが強すぎる。あ、すいませんね。これね、なんだっけ、例の、案件でいただいた、ウェブカムでやってるので、何の調整もできません。はい。一応ね、OBS 使ってるんで、できるっちゃできるんですけれど、はい。まあ、そこはちょっと置いときましょう。はい。ということでですね、伊達みきおさんが天丼を食べるというシンプルな動画の内容なんですが、問題となっているのは動画で使われている BGM。で、この BGM、誰もが使える著作権フリーの音源を使ってそうなんですね。ところが、サンドウィッチマンの、まあ、いわゆる、保証をもらっているというかね、まあ、こう、なんていうかな、YouTube 側から、まあ、有名人だよという、そういうことをや
やられているわけじゃないですか。まあね、で、そのサンドウィッチマンの愛の動画がコンテンツ ID っていうカテゴリーがあるんですけども、に登録されたため、この動画を使用した多数の動画が著作権侵害となってしまった模様ですってことなんですね。はい、6月にこんなことあったんですね。で、コンテンツ ID っていうのはね、YouTube の中で何というかっていうと、仕組みがありまして、著作権保有者は YouTube 上に自分の作品と一致する動画があった場合に、閲覧できないように自然体をブロックするとか、動画に広告を掲載して動画の収益化し、場合によってはアップロードしたユーザーと収益を分配する。これはですね、ざっくり言うと、動画を作ってる中で、音楽ね、まあ、一番分かりやすいのは音楽なんですけども、音楽やったとしますね。で、例えば、ABEX さんの動画、こちらですね、YouTube の中でも使ってください、使っていいですよっていう風になってるんですよ。なってるんですけど、それはどういう意味でなってるかっていうと、使ってください、いいですよ。ただし、そこで使ったら、直接、いわゆる、なんていうのかな、JASRAC みたいな、ああいう制度がないので、一応、包括的には使っていいことになってるんですよ。YouTube 側がお金払ってるので。だけど、そこについてる広告を折半しましょうっていうことがになってるんですね。なので、ABEX の所属アーティスト、今誰がいるのかって、ちょっとよくわかんないです。その YouTube の、あ、じゃねえや、ABEX の所有、所属、出版社が、ABEX 出版社が持っている、音源を使うと、使うこと自体は問題ないけれども、そこで広告が貼られたら、代金を取っていくということがあるわけですね。で、特にこの、今回のこのサンドウィッチマンさんの場合には、フリーの音源を使ったんだけれど、動画そのもの、つまり、この伊達さんが天皇を食べるっていうその部分に関しては、まあ、著作権守ってねっていうような、まあ、コンテンツ ID と、コンテンツ ID かっていう登録があった。まあ、有名人ですから。で、そうすると、その中で使われているものは全てその著作権の中に、その人の中っていうふうに認められてしまって、同じフリーの音源だったんで使っていた人っていうのが、伊達さんの著作権違反をしてるんじゃないかって全部、バンじゃねえな、非公開とかね、注意が入ったっていう、そういう話でございます。はい、そんなことあるんだと思ったので、ちょっと古いネタですが、気になったので、ピックアップしてみましたって感じです。はい。うん。はい、岡山さん、こんばんは。うん、では、次、行きましょう。次ね。モニターの位置ちょっと調査。はい。デッドエンドさん、はいはい。私も上げた動画で、YouTube のフリー音源でその動画を誰か登録してまで警告を受けた。そうなんですよね。そういうことがあるようなんです。ね。気をつけないといけませんね。はい。次。こちら、バッファローの公式ページですね。はい。ナスネをバッファローが継承、2021年春発売決定ということで、皆様ね、ナスネというシステムというか、機械はご存知でしょうか。今、こちらにね、ここ、うん、ここにあるんですけれども、ナスネご存知ですか、はい、これはですね、もともとソニーがプレイステーション4だったかな、プレイステーションの、そのシステムにこう、くっつけるような形で、で、テレビとね、連動して、録画をするという機械でした。で、いわゆる、テレビに、ハードディスクレコーダーを購入してつけるよりも安価に、録画のシステムを作る、構築することができる。ということで、このソニーのナスネというシステム自体は、プレイステーションとは別で、結構売れてたんですね。ところが、スーッと商品から消えたわけなんです。はい。で、こちら。バッファローは株式会社ソニーインタラクティブエンターテイメント協力のもと、ナスネを継承し、2021年春に発売いたします。ということで、今まではソニー、ナスネとか入っていたものなんですけど、今度はそれがバッファローっていう筐体ですね。ここ、書いてあるんですね。うん、バッファローって。で、こちらに、プレイステーション4、これを自宅のネットワークにつなぐことによって、それでテレビ番組を録画することができたり、あるいは連携プレイをすると、自宅の
このナスネっていう名前のナスですよね。ネットワーク、ナス、ネットワークアタッチと、システムだっけ、そのナスネの中に取り込んでおいた動画そのものを、まあ、アップロードというかね、自分のところに対して配信をかけることができる。だから要は、外にいてもネットの環境があれば、自宅に録画してあるものを、まあ、スマートフォン等で見ることができるということ。それがね、できるところが超特徴だったんですよね。はい。テレビアプリケーショントルネに対応ってね、ありますよ。ある通りでございます。はい。で、家でも外でも動画が楽しめるこのナスネという機械、これが、ここまでいった。まあ、バッファロー付けで、同じものを発売するということになったということでございますね。はい。はい、お母さん使ってますよ。あ、そうですか。私もね、一回はね、ちょっとこれをね、導入したいなというふうに思ったこともありますが、外で見る機会も、必要ないなと思って、もう、なんか、購入には至ってないということでございます。はい。今はハード、HDD レコーダー自体が同じ機能。あ、そうなんですか。全然そのあたり の家電の情報を得ていないので分からないですけども。なるほど、なるほど。はい。で、山本さん、こんばんは。私はパナのレコーダーを使ってます。パナ。パナもいいですよね。だから今、パナと東芝もまだやってるのかしら。パナ、東芝、ソニーあたりがレコーダー作ってるはずですよね。で、東芝はもしかしたらレコーダー作ってなくって、テレビにハードディスクを直接接続かけると、もうそのまま録画できるっていうシステムなのかな。うん。まあそんなような感じのものがね、いくつかね、ありますよね。まあそんなにね、テレビっていうコンテンツがね、もうすでに終わっていると思っている人間としてみると、まあ別にそこはどうでもいいかなっていう感じは出しますが、ただ、このナスネが一体いくらでバッファローさん売られるのかわかりませんけれども、まあ録画をね、楽しみたいという方はいらっしゃると思いますので、ナスネ終わりましたよってことではないっていうこととして、まあ面白いニュースが今週飛び込んだなということでございます。はい、次はこちら、はい、ガジェット通信の10月9日の記事でございます。 MIT マサチューセッツ工科大学ですね、MIT がダイヤモンドを歪ませて金属に変える技術というのができたそうです。はい、まあね、こちらダイヤモンド。ちょっと読みましょう。最も硬い物質として知られるダイヤモンドは、電気絶縁体でもあり、優れた熱伝導体にもなる。うん、MIT マサチューセッツ工科大学の研究者らは、ダイヤモンドの電気特性を変換し、絶縁体から高伝導性に、ま、なるまで、高伝導性まで操作する手法を見出した。ほう。概念実証の段階にある道具術は、将来的には太陽光電池や LED 電気などの高効率化、新たな量子センターなどの開発に役立つということな、そうですね。で、10% ぐらい曲げる技術というのを開発した。材料を変形させることで、伝導的、熱的及び光学的な特性に変化を起こすことが可能。うん。ここですね、一番、こうピクッとこの記事を読んで思ったのはここですね、はい、当時は 1% 程度の小さな歪みを加えるものだったのに対し、 MIT の研究者は2018年、数百ナノメートルのダイヤモンドの針を 10% 曲げる技術を開発した、うん、で同技術では結晶格子を壊すことなく、つまり、構造ですね、を壊すことなくダイヤモンドを変形させ、また元に戻すことが可能と、うん、これでじゃあ何なのかっていうと、まあ、いろんなね、あの太陽光パネルだなんだかなんだらかんだらって書いてありますけど、当然ね、光学性能を使えるっていうんであれば、ダイヤモンドを通った光が、まあ、ダイヤモンドの屈折率で考えて、それを写真用のレンズにしたらどうなるのかなっていうことを考えました、普通に、はい、そうですね。っていうかね、そもそもこんな大きなダイヤモンドなんて手に入らないわけですから、天然ではね。確かね、記憶では、数年前かなんかに、世界で2番目かなんかの大きなダイヤモンドが発見されたっていうのがありましたね。発見したのは、
世界のダイヤモンドを握っている、デビアスの南アフリカの採掘場、それとあとデビアスに対抗するぐらいでっかくなってきている、カナダの採掘場って言ったかな、そこでもまあなんかでっかいのが、まあ、そこね採掘の方法が違うのででっかいのが見つかりやすいって言って、近年なんか数個出し、発掘しているっていう話を、ね、出てましたけれども、で要は問題はそこではなくって、まあ、天然はねいいんですけれど、ただ天然の場合にはダイヤモンドね詳しい方、どのぐらいいらっしゃるか分かりませんけれども、ダイヤモンドって、いわゆる 4C っていう言葉聞いたことあります？ありません？ね、カットクラリティ、カットクラリティカラー、あれもう一個なんだっけ、カットクラリティ、あカラットだ、重さ、この4つ、これが基準になっていると。で、ダイヤモンドそのものの、これは天然か、まあ、人工かっていうところでいくと、天然のダイヤモンドにはインクルージョン、つまり 中に入っている、まあ、不純物、これが、まあ、美しさの決め手だったり価値の決め手だったりするっていうことがあるんですね。これをスライトリー1、スライトリー2だったかな、 SS1、SS2 とかっていうので、4C の後に、まあ、そのランキングを表すものとしてつけたりするんですけれども、人工的に作るダイヤモンドっていうのも当然あって、で今はでっかくできないので、まあ、小さい状態でいわゆるクズダイヤと同じぐらいのかそれより安くで、工業用のものとして、使われてますね。ダイヤモンド入りの、なんだ、カッターじゃないけどダイヤモンドカッターか、うん、だからそういったようなものとか、あれも人工のやつですけど、もしも研究はいっぱい、もう昔から大きいダイヤモンドを人工的に作る、いわゆる人造ダイヤモンド自体はすごく研究されていることなので、そのうちねこのくんのできてもいいんじゃないのかなとは思ってます。でもしもこのくんの、ダイヤモンドが人工的にできたということになったときに、いわゆるガラスのレンズはケイ素ですよね、ガラスですから、それが炭素の透明なもの、いわゆるダイヤモンド、これ で作って変形させてってやったら、まあ、削るよりも楽に、いわゆる例えば両凸のレンズ、メニスカスレンズって言いますけれども、ああいうものとかね、こうギューってやったらできるそうですよね、なんてなことをちょっと考えてみました。はい、夢があっていいですよねっていう話で、うん、テレビ終わってる同意です。はい、テレビはもう終わったコンテンツですね。はい、はい、カイさんこんばんは。すごく高そうなレンズになりそう。そうですね、たださっき言った通り、大きい結晶が安価にできるようになったら、穴がちなしとは思えないですけどね。あれ、なんか落ちました？あ、折ったみたいだ。もう一回つけます。ペッ。はい。や、来た来た。はい。サファイアとかは人工で作るの、そう、京セラが得意でしたね。はい、そうですね。京セラが、サファイア、ルビーはやってたはずですよね。うん。確かロレックスが使ってたはず、人工ダイヤモンドですか？ちょっとそこまではね、わかんないですね。テンポイントダイヤとか昔ありましたね。バブルの頃は、あれ、金ピカのテンポイントダイヤのロレックスをチラチラさせるっていうような、な人がいっぱいいましたね。まあ、そんなところでございますね。はい。以上。次です。次。ボン。次もソニーの話題、エンガジェットの10月7日の記事でございます。はい、PS5 の分解動画公開、巨大ファンやヒートシンク、液体金属、熱伝導体、掃除機で吸えるダストキャッチャーもということで、抽選の申し込みに、をするのを、撮影の関係で忘れてしまい、初期段階の権利を持っていたのに、抽選の申し込みをするのを忘れた提督でございます。ということで、PS5 はいつ私は手に入るのかちょっとわかりません。うん、ですが、興味はあると。で、これ面白いのは、ソニーが公式のですよ、公式の PlayStation 5
分解動画を、発売前の現段階で公開したってことなんですね。で、まあ、現時点で、プレビュー、おそらくですけど、プレビューも含めて、PS5 自体の、なんていうのかな、状態、その本体そのものみたいなものは、多分どこのメディアにも出てないと思うんですね。まあ、ソニーさん出してないっていうのか、まあ、放送でこういう感じのものですよっていうことは言ってますけども、で、なんていうのかな、前のね、プレイステーションの話題の時にも言いましたけれども、PS、プレイステーションの時も、プレイステーション2の時もそうだったかな、何十台、何百台っていうのを用意して、クラスター化して、で、スーパーコンピューターを作った日本の大学教授とかね、そういう方々もいましたけれども、まあ、そういった意味もあって、プレイステーション自体の本来のゲームとは違う領域での使い道っていうことを模索したいと思っている人は、まあ、世の中にはいっぱいいると。まあ、そっち側の方ではなくて、この、こちらね、英語で書いてありますが、この分解をしているこのソニーの中の人と思われるこちらの方、日本語で喋ってます、はい。英語の字幕がつくっていうね、面白い感じの動画でしたけれども、日本はどうなのか分かんないですけど、とりあえず、米国では、分解をすることは、購入者の権利であるっていう考え方があるんですね。まあ、それと戦っていたのは、アップルであり、マイクロソフトであり、マイクロソフトで出るとか、そういった、いわゆるコンピューター系のところが、まあ、戦ってたっていうこともあるんですけれども、まあ、負けまして。で、買ったものを開けたりすることも、自体も、なんだ、購入者の権利であるということが認められていると。で、プレイステーション5自体も、買ったらすぐに分解して、YouTube に流そうというふうに考えている人は多分たくさんいたんでしょうね。で、まあ、そこに、発売前の状態だけれども、こういうふうにやったら、まあ、バラせるよ。で、こういうふうな中身ですよっていうのを、ソニー側が先んじて、公開したというところがすごい面白いですね。7分程度、7分ちょっとかなの動画だったんですけども、メンテナンス性もかなり高いかなというような感じがいたしました。この動画は、まあ、分解が好きとかですね、PS5 に興味があるなしとはちょっと別としても、なかなか面白いので、7分間見て、見るのは楽しいかなと思います。はい。で、この中で書いてあったことで言うと、まあ、シールもあるんですよ。一応ね、分解は、禁止事項、ざっくり言うと、分解は禁止事項じゃないけれど、分解されて壊したからって、それを直すってことはしないよ、的なことは、ね、ちゃんと言ってるんですけどもね。はい。で、このプレイステーション、ね、動画を見るわけにはいかないですが、中でもね、なかなか面白いなと思ったのが、今回もこのプレイステーションは言ってみれば、AMD の、まあ、丸々 AMD のコンピューターみたいなものなわけですよ。Zen 2という世代の、8コア16スレッドだっけの、CPU。それと、レイトレーシング、つまり光が反射し、こうね、水に反射したその反射の部分とか、そちら、そういったものを専用に、演算する GPU ですね。もともとはレイトレーシングって、NVIDIA がね、やってて、AMD のレイディオンには搭載がまだされてないのかな、だったものですけれども、まあ、ここで、新しい新世代の、GPU として乗っけて、で、そのレイトレーシングも計算できるということが、この PS5 の売りになっているわけなんですけども、まあ、中身まんま AMD なわけですよ。で、分解をしていくと、もうここにネジがあって、こことここをこういうふうに外して、こうずらすと外れますとかっていうところ全部やってるんですよね。で、一箇所だけ、まあ、隠しっていうかね、シールしてあるネジがあって、それのところはピッて剥がすと、ソニー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 ってこう、なんていうの、
黒いテープなんだけど、剥がすとこう文字が出るやつあるじゃないですか。あれになってるんで、分解したらすぐバレちゃうよっていうようなこともちらり見せつつ、この動画は進んでいきました。で、分解がたやすく、かつ、メンテナンス性が高いっていうところでいくと、このね、この動画の中の、今の上の部分ありますよね。なんか形がこう上の方でこういうふうに広がってるじゃないですか。このこうだってこう広がってるあの部分、なんで上に広がってるのかなって、ここにでっかいシロックファンが入ってるんですよ。で、このシロックファンを使って回転させると、手前にある吸気口から両側から、ボディの内部に対して上から下へ空気を流すようなエアフローになってるそうです。で、そういうふうに取り込むのでと、ほこりがね、たまるときにはたまるじゃないですか。そうするとね、このね、側をピッて開くと、ほこりを吸い出す、例えば掃除機とかで吸い出してメンテナンスするための穴っていうものがついてる。だからそこまではもう簡単にこう分解して、ご自分でやってくださいね、やってもいいですよっていうような状態になってるそうです。すごいですね。はい。というようなことと、あともう一つは、冷却機能を高めるために、ヒートシンク と、さっきの全通のレディオン、全通の CPU とレディオン、あれの密着自体は、単なるグリスではなくて液状グリス、ね、いわゆるクマグリスの、ね、液体金属グリスとか言われてますけど、そういったものを使ってるっていうところまで、ここでは公開をしていました。はい、ということで、ちょっとこれを見たときには割とね、興奮したんですよ。向こうにリキッドメタルって書いてありますけど、はい、かなり、面白いので、これはおすすめの動画でございます。はい、そんなことです。はい、次。時計の中の石、あれね、そうだったんですね。はい、これを見ると大きさはデスクトップ PC ぐらいあるのかな。もう本当にね、デスクトップ PC 並みでした。うん、であとは本当に先ほどの通り、上の部分は、全体がエアフローのための巨大なファンでした。はい。じゃあ次いきます。次。うん。次がね、AV ウォッチのニュースで、9月10日。もう知ってる方はね、知ってらっしゃると思いますけども、ソニーストアの名古屋が10月6日、美の栄っていうのかな、に移転してオープン、再リオープンというかね、移転オープンするそうです。はい。ソニーストアが、移転する。うん。ソニーマーケティングは、ソニーストア名古屋が11月6日に新店舗での営業を開始すると発表した。移転先は同日に名古屋市栄エリアにオープンする商業施設 B の栄の中のようですね。はい、で移転オープンを記念し、俳優の佐藤二朗がナビゲーターを務める動画の新作が公開されたほか、記念イベントの実地概要なども発表された。移転に伴い、現在での店舗はの営業は10月18日で終了する。10月18日で終了するということは、はい。名古屋の人はどうやってやって、α7C を入手するんでしょうか。ちょっとそこが心配になりましたけども。で、先日ね、当チャンネルでも直々、出ていただいている、方が、チラッと、ね、出てたなんていう話もね、まだ私は見てませんけれども、もありまして、はい。いろいろな、ね、イベントをこのソニーストア名古屋ではやっているというところ、すごく好感を、ね、持てますよね。一番最初の ZV-1 の、ストアライブも名古屋からでしたしね、銀座からだと思ったら、ね、名古屋だったって言ってね。1回だけ、名古屋に行ったときに、立ち寄りました。はい。ここには。で、これね、一応、お近くの人はっていうことで、どこだっけ、ここだ。6日から30日までの間、1万円以上の買い物をすると、オリジナルハンドタイルがプレゼントされるキャンペーンがあるそうです。うん。新店へのご来店に心からの感謝を込めてということで、ソニーストア名古屋ノベンバー2020オープンという、こういったオリジナルグッ
こちらが数があるだけみたいですということですけれども、先着次第、なくなり次第の終了で、あるそうなので、名古屋市近郊の方は行ってみるといいんじゃないのかなと、きっと、皆さん行かれると思いますけど、地図を見ると、現時点の名古屋ソニストア名古屋から、まあ割と近いってことですね。そんなに遠くないと。はい。で、最後、こちら。東海エリアの映像クリエイターが語るスペシャルトークショー第2弾とかですね。ここはまあいいんですけれど、こちら。はい。日本の絶景写真展ということで、20名の写真家による合同写真展が開催されるそうです。会期は6日から11月の18日まで。で、この中で、私の友人が一人、池田正弘君が出しているという話も聞きましたので、彼の写真も含め見に行っていただけるとなというふうに思っております。いつ名古屋に行けるのか分かりませんけれども、行った際には立ち寄りたいというふうに思っております。はい。うん、はい、ナムコさん。出遅れだ。別に、ちゃんと後からもう一回いただければ。はい。来ていただきまして、お越しいただきまして、ありがとうございます。では、次行きましょう。ね、今日はね、15本ぐらいの、ね、ニュースなのでね、気軽に行けるというんですね、長話もしても。はい、同じく AV ウォッチの記事でございます。10月9日。はい。キャノンさんの話題。キャノン、長崎県世界文化遺産の 8K 映像を YouTube で公開ということで、はい。キャノンは、長崎県五島市と共同で、世界文化遺産に登録されている長崎と天草地方の、戦場キリシタンだっけちょっと読めない。関連遺産のうち、五島市、久賀島って読むんでしょうかね、の集落と、鳴島の江上集落とお読みするんでしょうか、うん、を紹介する 8K 映像を作成し YouTube に公開したということですね。まあ、公式のキャノン公式から、出てきた、まあ、いわゆる EOS R5 での 8K で撮影した、8K の動画ということだそうですね。そうか、YouTube って 8K 上げられるようになってんだっていうのを、うーんって思ったのが一つと、8K の動画を上げられても、それ見るってどうやんだろうなってね。8K のテレビ自体は、シャープも、シャープももちろんソニーも出してますけれど、あと、モニターで言うと、デルが48万円ぐらいかななんかで、それはテレビではなくて完全にパソコン用のね、モニターとしてはデルが 8K モニターを扱ってますね。はい。ちょっと欲しいなって思ったことがありますけど。ちなみにその、デルの 8K モニターは、使うにあたっては、クワドロの上位クラスのものが、2つぐらいは、使わないと 8K 出せないっていう話をちらっと聞いたことがあります。で、デルが一応公式に、それ専用のパソコンを作ってるかどうかっていうのはちょっと、記憶ないんですけれども、北海道のケントさんがめちゃくちゃおすすめをしていたっていうのをケントさんのブログで見たような記憶があります。はい。ただし、あれを、きっちりと動かせるパソコンを組むと同じぐらいの金額がかかるって言っておっしゃってたような気がしますけどもね。はい。はい。4K 画像を、フル HD で見ても綺麗に見えるので、4K で見ればすげえに綺麗なはず。まあ知らんけど、うん。ちょっと、自分のところにも 4K のモニターはあるので、それでちょっと見てみようかなと思います。はい。そんな感じ。はい、次。次はカメラの話。ポッ、はい、ギズモードの10月5日の記事でございます。ライトルーム CC 内蔵のツワイスデジカメ ZX-1 がついに予約開始。お値段は6000ドルということで、2年前だったかなに、こちらの、
流れちゃってた、流れちゃってるっていうか、あの日付の変更になったから、最後の、フォトキナかなんかで、これが発表されたはず。コンセプトモデルとして、将来売ります、あ、コンセプトモデルだけど将来売りますよ的な話だったような気がするんですけれども、はい。まあ、ツアイスがね、デジタルカメラを作りますと。で、いわゆるフィックス、レンズ交換ができないタイプの、デジタルカメラで、デジタルカメラそのものの中に、Android なのかな、確か Android の、まあ、携帯が入っているようなもので、その中で Adobe の Lightroom CC が動くと。だからこのカメラの中で、撮影しました、ローデータをそのまま現像しますということができるということで、ツワイスはなかなか面白いものを作るなっていうふうに思ったんですけれども、はい。そうですね。あの、そうなんですけど、本気で売るとは思ってなかった。まさにその通り。一応ね、本気で売る予定ですよとは、その時確かね、ホトキナの時言っていたような気がするんですけれど、いや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 、まさかね、とは思ってたんですが、まあ売るそうです。6000ドルで。で、6000ドルっていうとね、もう一つのね、同じドイツのカメラのメーカーといえば、ライカですよね。ライカ Q2 と、じゃあ、こっちと、どっちがいいのって話になったら、ライカ Q2 の方がいいんじゃないのかなと、ちょっぴり思ったりします。なんていうのかな、いいんですよ。別にライトルームが入っていなくても。と、私は思います。はい。だって、じゃあ、いっぱい撮ってきたからって、このカメラの中でバッジ処理までできるのかって言ったら、それ無理でしょ。ね、熱の問題もあるでしょうし、で、このツワイスのディスタゴンの 35mm F2、多分これもキレッキレのいいレンズなんでしょうね。そうは、とは思います。で、思いますけれども、じゃあ、それで果たして、どうなんだろうな、と、やっぱりね、しか思えないですよね。はい。一応、まあ、記事もちょっと読んでみましょうか。ツワイス金星のフルサイズセンサー搭載デジカメ、ツワイス ZX1。初めて発表されたのは2018年の秋頃でしたかね。CP プラスでの展示、スペック公開などを経て、ついに予約が始まりました。フォトルーモアによると、予約価格は6000ドル、約63万3000円。記事執筆段階では入荷待ちになっている。ハイエンドクラスの価格とレンズ一体型のカメラという点から、ライカ Q2 のライバルとして語られてるみたいです。両方ともフルサイズだし、なんならツワイス VS ライカだしっていうことでね、面白がっておるんですよね。うん。まあね、ライトルーム CC を積んでいようが、アドバンテージがどっちにあるのかとかは、まあ、これを欲しいなという思う人の、気持ちだけというような気はいたします。はい。はい、高橋さん。当時のコンセプトを、当時のコンセプトを技術の進歩が追い越しているので、当時はすごいと思ったけど、今はね、うん、まさにその通りだと思います。はい。もう、まだね、iPhone には来てないですけれども、iPad にすでに、Photoshop 自体がね、来ましたしね、去年。で、考えると、やっぱりね、今後のデジタルカメラのあり方は、やっぱりもっともっとネットワークに親和性があるものになっていくんだと、まあ、ずっと昔から思っておりますね。まあ、例えば SIM が乗るとかは当たり前の話なんだけれども、今の通信速度が Wi-Fi 6になっているわけなので、まあ、Wi-Fi 6のチップを載せた、デジタルカメラになると、まあ多分ローで、まあ受け側のね問題もあるんですけど、Wi-Fi 6が乗っていれば多分とバン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 ってローデータを、撮影の時に、例えば JPEG ローの設定とかにしていて、今までは、私なんかはね、それをの JPEG の JPEG の部分を、ワイヤレスで FTP で転送をかけていたんですけども、それを、JPEG だけじゃなくて、ローデータそのものを転送かけるなんてこともできるでしょうし、今度は転送して受けた側の iPad とかでは、まあ、そこですぐにバッチ処理をして、まあ、そのまま、Adobe クラウドとかをこうバーッと通じて納品しちゃうとか、
まあ、そんなようなところまでがこうワンパッケージ、まあ、それをね、キヤノンさんはやり始めようとしておる、はい、やり始めようとね、もうやってるのか、やや問題はありましたけれども、やっているっていうことなので、もうちょっとね、そっちの方が、カメラそのものにライトルームを積むよりも、やっぱり、ね、役割を分担した方がいいんじゃないかなとは思います。はい。そんなこと。次。はい。こちら。ギズモードの9月9日の記事ですね。ビデオ会議の顔がくっきり、顔ごとカメラにグル。NVIDIA の AI 動画圧縮が未来という、このタイトルだけ読んだだけじゃ何だろうなっていう感じの内容になってますが、まあ、ここをね、見ていただくと、まあ、一目かなと思いますけれども、はい。向かって左側が H264。いわゆる動画で今多く使われている MP3 の圧縮ですね。で、左側の方が NVIDIA AI ビデオコンプレッション。つまり、NVIDIA のビデオの圧縮技術ということなんですね。はい。で、バンドワイズと書いてありまして、フレームが 0.、H264 の方が、1フレーム。例えばこれ30フレームだとして、1フレームあたりの重さが 0.1265kb で、NVIDIA の新しい方が 0.1165kb なので、ちょっぴり軽い。圧縮率の、てか圧縮をしている映像としての1フレームで、これだけの差がありますよってことを、まあ、NVIDIA は主張していると。ジェイソンが、革ジャン野郎が言っているということですね。はい。そう、NVIDIA 最近いろいろとね、やりよりますよね。RTX3070 欲しいな、3080、あ、3080か。3080欲しいな、3080欲しいな、10万円か。ちょっと無理。はい。で、NVIDIA さんの、これね、背景音のノイキャンもすごかったけれど、あ、これ NVIDIA Voice ってやつですね。たまに使ってます。はい。これは、圧縮しすぎて幽霊のように乱れた、テレカン顔にさよならできる夢の AI 動画圧縮が NVIDIA から出てた、YouTube も Netflix もストリーミングでは圧縮アルゴリズムで帯域負荷を減らして ISP インターネットサービスプロバイダーですね、ISP の帯域幅に合わせている。圧縮方法は様々ですが、色を犠牲にしたりコマ数を減らしたり、あと解像度をギリギリ落とすこともあるので、像がなくなって、90年代の電話回線のビデオチャットみたいになっていることもしばしば。うん。今ここで見ている、同説していただいている40名の皆様が、これを思い浮かべればこの文章わかるなっていうのをね、ふっと思いつかんだんですよね。なんだっけ、80年代終わり、ちょうどバブルが始まるか、そのぐらいの時かなんかに、なんだっけ、あ、名前が出てこない。名前が忘れちゃった。なんとかヘッド。こうね、メガネかけて、アメリカのね、やつでメガネかけて、なんていうのかな。ラップ調っていうのかな。サンプリング音みたいな、みたいな、そういうなので、こっから上だけで、コンピューターグラフィックスなんだろうけど、そんなようなアニメーションの、もの、まあ、いや、調べるか。そんなの あったの覚えてません？何ヘッドって言ったっけ？ボイスヘッドじゃなくて、マジックヘッドじゃなくて、なんかこうね、メガネかけて、こんな動きをようなね、してるようなやつ？わかったらすいません。こんないい加減な言い方で、理解できたかのように、ただ、チャットください。そんなような、あれはね、今見ると相当低容量だなっていう感じがしますけれども、はい。で、こちらの NVIDIA がウェブ会議の新プラットフォーム NVIDIA Maxine っていうのかな、ように開発した AI による圧縮技術で、未来になるとも問題を解決できると。で、ニュートラルネットワークによって、顔スワップ。はい。最初によく出てき、あ、最初にね、出てきたのは、オバマ大統領の演説と自分の顔を変えるとか、そんなようなのね、ありましたけれども、顔スワップも写真動画ハラスメント、エンハンスメント、ハラスメントじゃない、エンハンスメントも思いのままで、
つい最近まで特殊効果アーティストじゃなきゃできなかったようなことも可能。顔の入れ替えとかね。顔の入れ替えかつ喋るっていうやつですね。ウェブ会議って相手の目を見て喋る、話してもあらぬ方向でを見て喋ってるように見えますが、それだってカメラ目線に補正できる。どういうことかっていうと、この下にあるんですけれども、まあ、顔自体を、認識かけて、これですね、ここ。うん。フェイスアライメントかな。要は今、なるべく私自身もカメラに向かって喋るようにしてる。カメラに向かって。で、まあ、こうやってね、逆側からの状態が見せれば、出れば一番いいんですけども、カメラをモニターとモニターの真ん中に置いてるんですよ。で、向かって、自分から向かって右側のところには、YouTube スタジオが、のモニターには YouTube スタジオを出してるんですね。で、左側に OBS のものを出していて、で、皆様の書いていただいているチャットがこういうふうにビボボボッと、あまり視線をずらさずにできるようになった。以前はこうだったので、チャットを読もうとすると、まあ視線がカメラからずれてたわけですよね。同じように、ビデオ会議をやるときには、例えばノートブックの上にあったとしても、あの画面の直上にあったとしても、やっぱり画面を見てるってなると視線がちょっぴりずれる。ね、で、大きい、例えばじゃあカメラを、置いとこうとすると、まあ、完全にね、モニターを見て喋ってると、今のこういう状態になるんですね。うん、これを、顔自体を AI で認識かけて、こうやって喋ってるんだけれども、取り込んだ、キャプチャーした顔自体を相手には、こうなってるように送ることもできるということなんだそうです。はい。これね。どこだっけ。はい。仕組みっていうのが、まあ一応ね、NVIDIA のもので出ていると。はい。ウェブカムから入ってきたもの、顔の位置、眉、目、口。これらの部分を、で、圧縮がなんでこんなに綺麗なのかっていうと、圧縮自体の、技術ではなくて、もうね、ほとんどね、3D の透画のような感じ。で、要は、口とかそういったような部分だけと、あと、止まってるところ。止まって、あ、だからこういう肌とか、まあ、髪の毛とかはこれ止まってるものだとして、送る量を減らす。で、動くものだけ送って、で、合成かけて表示すると。そういうようなことのようです。はい。要はキーフレームって書いてありますけどね。キーポイントを取って、そのキーポイントの中の一番重要な部分、動くようなところのみを、と重ねるから、まあ、圧縮なんだけど、なんていうの？綺麗な、かつ軽い状態にすることがどうもできるようになるそうです。あ、ここに書いてあったね。なるなる、毎秒15秒から30秒フレームずっと送り続けるのではなく、フレームを間引いて、キーフレームだけ一定間隔で送ってると。それだとパラパラ漫画になっちゃうので、顔が動きが分かるように定点データ、つまりこのところ。で、でも追っかけるのは目と鼻と口の輪と輪郭の点だけなので容量がほとんどかからない。はい。ということなんだそうです。ね。ということで、こういったものが、いわゆる GPU のメーカーの NVIDIA から出てきているというところ。これね、まあね、GPU が、まあ先ほども言いましたけれども、RTX30 シリーズで、まあ飛躍的にね、能力が伸びてきて、で、NVIDIA さん、ARM も買いましたし、ちょっとこれ面白いことになってくるよね、ということも思っています。はい。そんな感想を持ちました。視線のやつって Windows のやつをドリキンさんが一度試してる。あ、そうなんですか。最近ちょっとドリキンさんの Vlog は読んで見ていないので、また見ます。はい。じゃあ探してみますね。ありがとうございます。では、次。次。はい、同じくテレワーク的な話ですけども、これまたね、割とすごくいいですよ。はい。PC ウォッチの10月8日の記事でございます。はい。在宅ワークにもはや必須？うん。
高度な背景削除ができる X スプリットカム。あ、X スプリット V カムっていうやつ。X スプリットというのは、まあ、動画配信、今私 OBS 使うって言ってましたけれども、まあ、ほとんどの動画配信者っていうのは、まあ、OBS を使っているケースが多いと思います。もう一つの OBS と、なんていうのかな、対角にあるというか、ゲーム配信者がよく使っているのは、この X スプリットだったりします。はい。こちら。X スプリット V カムは、なんだっけ、スプリットメディアラボが開発したカメラ映像の背景を削除したり、別の背景に合成できるツール。はい。こうですね。あの、ズームに始まりました、人間のこの形をね、こうビーッと切り取って、背景、まあ今、私はね、あのグリーンバック使っちゃうので、簡単に抜けるんですけれども、まあ、グリーンバックじゃないものでも、まあ、人の形をおよそ認識して、背景とを交換する。背景を交換するってことを、もう多分、ビデオ会議やられてる人は、結構使ってるんじゃないのかなとは思いますけれども、そちら、はい。これ、XSplit VCAM の機能は非常にシンプルで、ユーザー自身などが映っている動画からリアルタイムに人物を切り出して、別の背景、静止画または動画に合成するものであると。ビデオ会議のソフトウェアから XSplit VCAM はカメラの一つとして認識され、物理的なカメラデバイスに代わって配信ソフトやビデオ会議ソフトウェアに映し出す。つまり、そこで演算したものをウェーブカムとしての、出力にするってことでしょうね。こうした背景合成機能は最近ではマイクロソフト Teams や Zoom、シシコ、WebEx といった定番のビデオ会議ツールにも標準で搭載されるようになっていますが、それらは背景をぼかしたり、背景を別の静止画か動画に差し替える程度にしかできない。しかしながら、この XSplit VCAM では背景をぼかし、単色の背景、静止画、動画、YouTube の動画、ウェブページ、さらには XSplit VCAM が標準で用意している写真素材、これが100万種類以上の中から選ぶことができると。例えば、ウェブページを指定すると、まあ、これは PC ウォッチの記事ですから、PC ウォッチのサイトを背景にしてビデオ会議ができると。こんなイメージ。はい。で、このマシンラーニングベースの AI が採用されているそうなんですけれども、人間が手動で動画フレームを一枚一枚処理したかのように、割と綺麗な状態で抜けると。ちょうどね、このね、今、絵のあのメガネのね、透き通ってるこの先のところを見てもらうと一番わかりやすいかなと思うんですけども、またこれいやらしい写真ですよね。で、いわゆる透明っぽいメガネだけども、その部分が、なんていうの？カットされずに、ちゃんとメガネのとして意識がある状態。かつ、後ろも、そのメガネの後ろ、メガネを通して見ている後ろみたいなところが、ちゃんと出てますよってことをこの映像では言ってるんですね。それと先ほどの NVIDIA のレイトレーシングではないですけれども、もしかしたらそのメガネの縁にこの反射入ってる緑は、この街のね、映像がここに入ってるのかもしれないですね。ここまではちょっとね、わからないですけれど、でも、まあ、かなり、この辺とか見て、このね、髪の毛、帽子との境目のところにいくつかこう線が出てますよね。ここまで、髪の毛の切り抜けたら、いわゆるリアルタイムで、後ろがごちゃごちゃしている、つまり、これね、ブルーバック、グリーンバックじゃない状態だったとしても、まあ、ここまでね、切り抜けるのが本当にできるんであれば、これはすごいなと思いますよ。はい。で、お値段。一応、無料でもできる。けれども、無料の場合には透かしが入る。XSplit VCAM の透かしが入る。で、透かし除去の時には有料ライセンスが必要。で、ライセンスの価格は1ヶ月が 5.95 ドル、3ヶ月が 9.95 ドル、12ヶ月が24.95 ドル。あ、結構すんだな。またこれまたサブスクリプションかと思ったら永続ライセンスも一応ありまして、49.95 ドル。まあ、日本円にして約5,500円ぐらいかなと思いますけれども、これが本当に、なんていうの、使える、他のものよりも使える後ろの切り抜きとしてだったら、普通に5,500円払ってもいいと思いますけどね。
多分、お試しで1ヶ月間だけ6ドル程度、だから600円程度払うっていうんだったら、まあ、お試しではいいと思いますけれど、まあ、これ自体がかなり優秀だとして、まあ、永続的にではないですけれども、ある程度ビデオ会議をやる必要があるというような感じであれば、6000円ぐらい払っちゃったらいいんじゃないのかなというふうには思います。はい。ということで、この X スプリット V カム、面白そうだったという話でございました。はい。次。なんかゆっくりやってたら、もうすぐ1時間になっちゃいますね。もうちょっと。はい。はい、次はこちら。PC ウォッチ。同じく PC ウォッチの10月9日の記事でございます。はい、こちら。ジョイスティック39本を利用したミディコントローラーという記事です。はい。で、これは現時点でのクラウドファンディング、キックスターターのものなんですけれども、これね、ちょっと、ミディコントローラー、はい、ここで出てきました、ミディコントローラーを、という、が、なんで、私がピックアップしたかってことがわかるかと。いらっしゃいます?ミディコントローラー、音楽やるのって言ったら、まあまあ、やらないですね。やりたいと思ってますけど、まあ、昔やってたんでね。で、MIDI は自体はミュージカルインストゥルメントデジタルインターフェースだったっけな、いわゆる楽器、特にね、シンセサイザーとか、あるいはシーケンサー、ドラムマシーンみたいな、そういったものを接続かけて、一斉に鳴らすという、いわゆるデジタル信号の規格が MIDI です。で、もちろん、ここに書いてある、ここね、読んだ方が早いかな。39個のジョイスティックによる4オクターブ分を演奏できるコントローラーであると、これが。で、スティック、あれ?映像が出ちゃった。スティックを傾けることでノートを打ち込む。そしてそのままジョイスティックを回したり傾けたりすると、ベロシティやピッチ操作が行える。はい、ベロシティっていうのはですね、叩いた時の、速さによって音の強弱をつける話です。で、ピッチ操作。これは、ピッチなので、一定の音を上げたり下げたり、まあ、だから上げたり下げたりが激しくなると、ビブラートになるわけですね。だから、キーボード、昔はオンオフだけでキーがあって、これがキーボードの、これがキーボードのキーだったとして、押すと、ミーってなるわけですね。ミー、ミー。これが、優しく吸ってやると、ミーになって、早くバーンって押すと、フォルテで、ミーになったりするわけです。で、最近のキーボードだと、押した後に、ミーって押した後に、ここを、ニュ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 っとこういうふうに、ギターのね、ビブラートのように、ミーってやったりすると、ここでビブラートが出たりする。まあ、そのぐらいのことがね、できるようなんですけれども、うん。それがミディの信号です。で、DJ とかね、あるいは、まあ、今ここでは打ち込みというふうに出てますけれど、そういったところに、このミディの、こういった小さなコントローラーを使うんですけども、まあ、ここに来ているのは主に写真をやる人なので、まあ、想像つきましたかね。はい。MIDI で、Lightroom コントロールできます。はい。どうしようかな。じゃあ一応概要欄に後で貼っとこうかな。まだ概要欄作ってないので、そこにも書いておきますけれども、以前、MIDI コントローラーを使った、Lightroom のコントロールユニットの話というのを動画につきましたけれども、まあ、未だにね、私も使ってるんですけれども、これにね、応用できんじゃねえのかなというふうにちょっと思ったわけですね。しかも39個あれば、まあ、ほとんどのライトルームなんかの操作に関しては、これね、このジョイスティックだから、ジョイスティックで、なんだっけ、例えばこれがその1個のものだったとすると、傾けるってことができるので、多分、その、なんだ、ゲームのコントローラーみたいなことできるんじゃない?押し込む、傾ける、回すができないと意味ないんだけど、多分ね、回すまでできるような気がするんですよね。となると、まあ、セットアップするのは死ぬほど大変だとは思いますけれど、この39個のがあれば、ライトルームので操作しなければいけないコントロールの部分はほとんど網羅できんじゃねえのかなっていうふうに思ったわけです。今はね、
ベリンガーのやつを使ってるんですけど、ベリンガーとかのものを使ってるんですけれど、まあ、8個のね、コントローラーをこう使ってぐり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 やって、これを切り替えてってやってるんですが、あとボタンもあるんですけども、私が見た YouTube で、そのベリンガーのミディコントローラーを使った、ライトルーム の色調整の時に使うやつっていうのは、2つ使ってる人とかいるんですね。結局、16個の、自分で使ってても分かるんですけど、16個ぐらいの、このコントローラーのボリュームつまみをしたり、できる、それが16個ぐらいあると、ね、確かにね、操作性能上がるんですよね。もちろん16個以上あってもいいんですけれど、そういう意味では39個あったら、パラメータのほぼほぼ全部をアサイン、振り分けることができるんじゃないかなというふうに思います。で、そんな39個も、コントロールできる MIDI のそれが、まあ、一応最小なので、もうちょっと高くなるし、日本まで送ってくるっていうと、送料がかかるので、もうちょっと値段は出るとは思いますけれども、249ユーロ、日本円で3万1000円で出資できるっていうのは、なかなかいいんじゃないのかなと、MIDI コントローラーをいくつも、試した人間にとってみると、もうちょっとこれね、よく読んで、導入してもいいなっていうふうに思った次第でございました。はい、ナムコさん、それはすごい、うん、そういうことですよね。最近テレビでミディの機械の紹介がありましたが、すごいですね。音符が分からなくてもピアノが弾けなくても演奏ができる。そうなんですよね。というかね、まあ、ミディすごいです、はい。なんだっけ、DTM、の世界もあまり足を突っ込まないようにしておかないとなというふうに思ってますけれど、まあ、もう一回ぐらいシンセサイザーとか触りてえなとか、YouTube の動画を見ていると思ってしまうので、そこは気をつけようと思っております。はい、次こちら。もう1時間を超えてもいいやっていう状態で最近やってますね。はい。インターネットウォッチの10月8日の記事でございます。タイトル、1日500円で LTE データ通信が社内で使い放題、車載専用 Wi-Fi ルーター DCTWR100D っていうのかな。パイオニアが12月発売なんだそうです。カロッツェリアって書いてありますけどね。はい。カロッツェリアの車載用 Wi-Fi ルーター、DCTWR100D。 これなんかすげえなっていう風に思いました。サイズ感がねちょっとまだ分かんないんですけども、そんなに特別大きい感じもしません。はい、こちら12月に発売だそうで、市場想定価格は2万5000円税別だそうです。もうちょっと安くなるでしょうね。で、別途通信料がかかる。で、この D、フルで言うの大変なので、このカロッツェリア Wi-Fi ルーターと言いましょう。これはNTT ドコモが提供する車載向けのサービス、ドコモインカーコネクトを利用するんだそうです。うん、で、それは何かっていうと、車載専用のナノ UIM カード、いわゆるナノ SIM カードですね。そいつを同梱しており、バンド1319で LTE 通信、つまり今の 4G 通信が可能。で、通常の LTE 回線とは異なり、3日間での通信制限がないということも特徴。もうここまで読んで、マジって思ったのは、ですけどね。今は3日間での通信制限がありますね。だいたい30ギガぐらいを3日で使うと、警告が来ます。はい。何度も言ってると思いますが、もう一回言ってきますね。はい。何度も警告を受けたことがございます。はい。で、こちら。Wi-Fi 自体は IEEE の802.11 の NGB の 2.4GHz 帯のみ対応なので、5GHz 帯はないんですよね。だから、まあ、Wi-Fi ルーターの性能からすると、まあ、5台接続、同時接続が可能で、受信送信が、まあ、受信が150MB、送信が50MB なので、まあ、若干遅いかなって感じもしますけれども、まあ、初戦は 4G のWi-Fi ルーターですからね、必要にして十分という感じはいたします。はい。で、こちら、
Wi-Fi 接続可能なカーナビやスマートフォン、ゲーム機器、Amazon Fire TV スティックなどといったストリーミングメディアプレイヤーなどに接続することで、動画、音楽など、ストリーミング再生やオンラインゲームなどのコンテンツを社内で楽しむことができる。ほう。社内でっていうところにこう、ね、ずいぶんこだわってこういうふうに記事が書いてあって、でしかも通信制限がなくてすげえなって思うじゃないですか。まだね、これね、最後まで読まないとダメなんですよ。はい。ここ。社内で楽しむことができるんだけれど、条件がある。ん？それは条件何かっていうと、走行中や信号待ち、渋滞などの一般的な車の利用状況であれば Wi-Fi を利用すること、先ほどね、ルーターになってるんで。ただし、一般的なモバイルルーターと異なり、あくまで車載用のため利用可能なのは走行中と一部の停車中のみとなる。具体的にはエンジン始動から30分間のエンジンが始動して、走り出してってね、30分間の停止中、走行中、走行後の停車後60分のみ利用可能となっている。つまり、車載でこれであるから、じゃあ例えば車中泊をするときに、エンジン止め、あ、なんだ、モータープールに着きました、キャンプ場に着きました、止めました、じゃあそこからずっと使えるんじゃんかっていうことはできないんですよね。あくまでもこう走っててっていうようなことですね。はい。で、こちら。そういった条件がまあいくつかあるんですけど、停車後60分を経過すると通信オフになるが、再び走行を始めると復帰する。またエンジン、始動後、停車したままで30分が経過した時もオフになる。が、停車したままエンジンを、始動し直しても復帰はしない。つまり、今でも走ってるっていうことが条件みたいなね。走ってるで、ちょっと止まってるぐらいのところが条件。で、お値段。これが、こちら。ドコモインカーコネクトの利用には別途通信料が必要。料金は定額で1日500円。あるいは30日1500円。あるいは365日、つまり1年間契約1万2000円。これ、ね、ここで言うと、365日1万2000円が一番、もちろんね、お得ですよね。計算しましょうね。山本さん、どんな時も Wi-Fi の話をこの間しましたよ。1万2000円。あ、だから一番、計算するまま、する必要もねえわ。だから、月額1000円なわけじゃないですか。月額1000円で、とにかく車に乗っている人であればというのが条件なので、私はね、もうほとんど乗んないんですし、まあ、免許もないので。なので、なんですけれど、車による移動が多い、まあ、営業の人とか、あるいはもっと言えば、運送関係のね、人、トラックの。ああいう人だったら、携帯側での契約をするよりも、これを契約した方が安いということが言えると思います。だって、月額1000円で使い放題ですよ。ね、3日間での通信制限がないって言ったんですから、朝から晩までずっと走り続けて、ね、6時間走り続けて、荷物を届けなければならないというような人だったりすると、あ、違う。エンジン、ん？違う。エンジン、オン、停車、あ、そう、停車してから60分だから、走ってる間はオンなんでいいんですよね。だから、走ってる間中ずっと YouTube を、で、音楽流してるとか、Amazon プライムの音楽流してるとか、そんなようなことをやっても OK と。もうね、運転が、毎日何時間もある人だったら絶対お得なんじゃないかな、というふうに思いました。ドコモさんも面白いもの作るな。あ、シムとしてね。はい。ということでございます。次。山本さんのポケット Wi-Fi じゃダメなんだろうか。だからポケット Wi-Fi より安いんですね。はい。最後の条件がなかったら1年契約はとてもお得。うん、そう。だから、なので、定住してる人ではなくて、ノマドワーカーじゃねえや。車で移動する人専用。どんな時も Wi-Fi は、いろんな意味で、アホなことをやったからダメになってた。はい。車にはポケット Wi-Fi 常用です。あ、そうなんですね。いけね、まだ。はい、あともうちょっと、あと2つ、ピッ。もうちょっとお付き合いください。はい、デジカメウォッチの10月6日の記事でございます。
紅葉オリエント環境規制に対応した世界一黒い塗料新黒色無双を発売なんだそうです。以前も出しましたけれども、黒色無双というね、塗料、世界で一番黒を演出できるということだったんですが、この黒色無双が出たときに、出るっていうか、この世界一黒い塗料、これが 出るって話になったときに、みんな湧いたんですよね。フードの内側に塗ったらどうかとか、カメラの内面反射を抑制するために、内部のところに塗り足したらどうかとか、レンズの、ね、その縁のところに塗ったらどうか。ところが、蓋を開けて、この黒色無双が出たときに、結局、繊維状ってわけじゃないけれど、まあ、その粉状に落ちる可能性があるので、カメラとかには不可ですよっていうことだったんですよね。それが今度紅葉オリエントジャパンは、まあ、多少落ちるんでしょうけど、そっちとは、水性アクリル塗料としての新黒色無双を一般販売を、10月10日に開始するということなんだそうです。100ml 入りで、税込み2500円。ホビーをやってる人にはこの映像、これがね何なのか分かるとは思いますけれども、写真で撮って真っ黒になる、本当に真っ黒になるというようなこと、はい。可視光域で最大 99.4% の光 を吸収する、塗膜被膜を形成するという、生成するという塗料、従来の黒色無双ではジオラマや撮影背景の漆黒表現、被写体の指示具を隠すといった用途向け でしたが、新黒色無双では新たに欧州の、環境規制に対応したことで、海外への発売も見込んでいるという、はい。これがエアブラシ等によって使用ができるし、まあ、筆塗りもできますよということですね。同社は黒色無双の他に光吸収シート、ファインシャットシリーズやレンズフード内面反射防止キットといったカメラ関連も発売中。内面反射と戦う会社として、新黒色無双の紹介動画欄では、これからも世界一ブラック企業として邁進してまいりますと、なかなか上部の聞いたことを言うなということですが、ホビーとして使うのもよし、なんか何らかのカメラ用品として使うのもいいのかもしれません。はい。真っ黒は憧れ。次、そう、このメーカーからの、黒色無双を買いましたね。このメーカーからのレンズ内側用の商品がある、先ほどのがそうなんでしょうかね。めっちゃ落ちるんで、プライマー、下にプライマーが必須。だから、プライマーをかけてそれをやっても落ちるぐらいなので、多分でも、芯の方が落ちにくいんじゃないのかなとは思います。まあ、きっとナムコさんが試してくれることだと思います。はい、では本日最後の話題はこちらですね。当然ながら10月9日、ソニー α7S3 と CF エクスプレスタイプ A カードリーダーが発売となりました。ここですね。本日発売の新製品を紹介します。お買い物の参考にどうぞということで、ソニーのミラーレスカメラ α7S3 が発売となりました。発表から2ヶ月近く、この日をかなり待っていた方というのも多いんじゃないのかなというふうに思います。運営している Facebook グループ、ソニーアルファシリーズジャパンの中でも、多くの皆様が気絶中に、買ってしまったとかでね、そんなのはどうでもいいんじゃっちゅうの。いいじゃん、普通に買いましたってね。と、私は管理人として、思っておりますけれども、ここだけの話です。はい。で、その α7S3、ね、皆さん待ってた方、皆さん多いんじゃないのかなというくらいに、わさ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 っと出てきておりますね。まあ、きっとこれから先、いろんな面で、まあね、箱だけよりはね、なんかもう、私としてはね、写真が見たいわけなので、とってもいい写真を期待しているというところでございます。高感度で、撮られたもの、こちらを見ても、かなり、なんていうのかな、従来の好感度 のものとは、やっぱ違うよねっていう感じがね、しますよね。従来のやつだと、やっぱりどうしてもダイナミックレンジというか、で取り込む光は、取り込めたとしても、まあ、グズグズにもなっちゃうんですけれど、
色自体があんまり発色しないというような点があったり、色かぶりするっていうのがあったんですけれども、どうやら今のところちょこっと見てるところで言うと、見た感想で言うと、α7S3 の超高感度の部分で撮られたもの、かなり色が乗ってるんじゃないのかなっていう感じがいたします。はい。なので、ソニーアルファシリーズジャパンの皆様、管理人としてですね、お願いでございます。いろんな写真を見せてください。特に、高感度はもちろんですけれども、高感度のところでデュアル ISO になっているはずですよね。640のところで1回ピークが来て、でその次が1万だったっけ ?1 万とか1万2000だったはず。だから、6400の設定で撮るよりも、1万の設定で撮った方が、ノイズの乗りが軽いっていう話、あれが一番知りたいところなんですね。でも結局その辺が、なんていうの、海外のブロガーさんのところからともあんまりこう見て撮れなかったので、まあ、発売しましたので、そのあたりをちょっと試していただけると嬉しいなというふうに、切に思っております。はい。ということで、今月はこの α7S が、おととい発売になりまして、そして、2週間後には α7C コンパクトが発売になりますので、まあ、今月ね、2台もフルサイズセンサーのカメラが出てきてしまうというソニーさんの技術力に、ウェーと驚きながら、驚いている次第でございます。はい。そんな提督がお送りいたしました、週刊ひでま以上で終わりにしたいと思います。はい。喋りまくって1時間17分ですね。皆様も長いことかなりお付き合いいただきましてありがとうございます。現時点で、38名の皆様がいらっしゃる。ありがたいですね。はい。ということでですね、この辺で今週は終わりにしたいと思います。またね、来週はまだ何のカメラも出てこないし、再来週ですね、は、α7C の話がね、きっとたくさんできるとは思いますのでね、はい。今月はそういった意味でいろんなものが楽しいですね。はい。ということで、週刊ひでまご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、まだの方、チャンネル登録をぜひお願いしたいというふうに思います。今週ね、LED ライトの動画をポンポンと出したんですが、あともう一本は、在庫があるので、そちらの方、計測ね、炎色度のとか、炎色度とか、あと色温度、このあたりをちょっと測ったものがありますので、そちら編集して出したいというふうに思っております。はい。あとは、まあ、そこまでやったんだったら、その映像、LED ライトを使って、こんなことをやれるぐらいのところまではちょっと引っ張りたいなというふうに思っておりますので、そちらの方は順次撮影をして、編集して出していきたいと思っております。はい、それが今週の目標。ということで、皆様お疲れ様でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。